いやー、ライジョンです。でもね、今日もやっていくんですけども、今日はですね、こちら、ライキジョーンズ0から100日8000ドルやっていきたいと思います。なんですけれども、現在見てください。結構お金とかもね、セールを買ってね、なんかアップデ後になんかセールが来てて、それを買ったらね、増えたんですよ。だし、そのなんかディガーとかも出たんですよね。だからね、ちょっと細かい系にチャレンジしてみようかなと思いつつ、見てください。こちらね、一つ事件が起きました。俺は、トロフィー3000にある、今めちゃくちゃ強いマザーネクロね、取ろうとしたんですよ。そしたらアップデが来て変わって、なんとね、こちら3000、4000と言って、ここの、はい、5000。5000でゲットできるに変更されたんですよ。オーマイゴッド。ゴッドファーザー降臨ですよ、これは。さすがにね、5000は遠い。まあ、今シーズン、5000。いや、6000ですね。今シーズンの目標は6000です。6000に行って、来シーズン7000。その次のシーズンで8000。それをね、目標にやっていきたいんですけど、マザーネクロ。ほんまって感じですよ、本当に。って感じでね、まあ6000、まあとりあえず5000までね、根気よくトラゲしていきたいと思うんですけど、最近ね、相手が強い、本当に。で、さっき、1750までトラゲして、そっからね、今日は2000。目指そうかなと思ったんですよ。ただ、相手が強すぎて、マジで負けそうになって、本当にシャレ抜きで、開幕俺、タワー1本持ってないのに2本おられたんですよ。っていうのがあって、ちょっとね、こちらの、レベル上げたい。レベル上げたくて、ジャイをまず、レベル7にして、マスケを8にしたんですよ。ヤナメをね、まあ、6のままでもいいけど、バレルをね、いや、バレルはまだいいかな。うん、まあ、ギリギリを攻めていきたいんだよね、本当に。ギリギリを攻めていって、まあ、他の使うカードのね、カードレベル上げて、このタワーのレベルも上げていきたいので、まあ、とりあえずね、これでいっていきたいと思います。ってことでいきます。よいしょ。さあ、なんですけどね、いや、マザーネクロが遠くに行ってしまった。本当にね、これ悲しい。マザーネクロだけはね、上げ得なんですよ。なんでかっていうと、すべてのエレジャイとかにも入るし、まあ、ロイジャイとかね、俺が使うデッキすべてに入ってくるんですよ、マザーネクロは。だからね、いいかなって思ってたんだよね。これ上げ得やって。思ってたんですけど、マザーネクロがね、ちょっとダメなんですよね、これ。マスケがいなかったんで、シャーナシプリンセ竹取りですね。お何？え？出た。ボットのやつか？なんかね、ボットがいるらしいんですよね。このトロタイ。いや、ボットっぽいな。よいしょ。さすがにね、ここまで上がってくる人はね、こんなに、こう、クラロワを理解してないわけがないので、これはもうボットっぽいですね。さあ、そして1体のファイスピー。まあ、これ1体のファイスピーはね、なかなか、これ、見慣れないものなんですけど、強いのかな？いや、俺個人的にね、まあ、配信とかでもちょいちょい言ったんだけど、なんかね、まあ、強い。確かに強い。最初は強い部分だけが見られるんですよ。だから、まあ、範囲が広いってことは、確かに、まあ、ちょっといいのかもしれない。ただ、めちゃくちゃもてはやされるほどは強くないのかなと思っていて、っていうのも、やっぱ LSP とか ISP に比べると、もともと LSP でコウモリは消せるじゃん。うん。で、このファイスピはまあガゴはね、消すには至らないんですよ。まあゴブリンは消せるんだけどね。そう、だから、まあバレルに強い。ギャングに強い。まあそこはある。そこはあるんだけど、まあ、結局なんかそのプリンスとか、そのファイスピが流行りすぎたら、こう、なんだろう、1コスで止めれなくなるじゃん。プリンスとかダクフリが。っていうので、そこら辺が流行ってきたときに、やっぱり ISP やなとか、やっぱり LSP やなってなると思うんですよね、俺は。って予想してる。ただ、小屋は、出る回数が2回増えてるから、小屋に関しては、ちょっと、なんだろう、強くなってると思う。オーブンね、オーブン。に関しては、ちょっと強くなってんのかなって思ってる。ほら、さっきの相手と明らかにね、なんか俊敏さが違うんですよ、俊敏さが。よいしょ。ただ、うまく守っていく。よいしょ、OK。これバレルですね。ベビドラ厄介だね。マジでマスケでしか受けられないから。4コスに対して4コスがまあいいんだけどね。さあ。そうだなあ。これケツプリで、プリプリしていきます。さあ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 。
だから今シーズンファイスピとかが流行ったら、まあ、ゴレプリンス、ジャイプリンス、まあ、エレジャイプリンス、まあ、そこら辺が流行るんじゃないかなって思ってますね。よいしょ、頼む倒せ。いやー強すぎ、ニペ。よいしょ、裏。さあこれどっちかに対応しなきゃいけない。オッケーオッケーオッケー、めっちゃ入ってる、めっちゃ入ってる、めちゃくちゃ入ってる。これ折れるんじゃない？オーケーですね。さあこれはね、スケルトン部隊で処理するかすごい迷う。まあスケルトン部隊でいいかなこれは。うん、あーこれね、バレル無視でいいかな俺は。これ杖つけます。でちゃんと攻撃をしていく。さあ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 、まあ、ベビドラが来るのは分かっていたんで、あえてねボンバー真ん中から出さずに端っこから出しましたね。さあここはプリンスで延命していきます。よいしょ、うわうわそれやば。まあ次バレル来たらスケルトン部隊で受けたいので、まあここは一旦スケルトン部隊は出しちゃいますか。よいしょ、オッケーオッケー、さあ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 、オッケーオッケー、これは守んなくてもいいかな。うん、でここはもう一回ベビザラとか来るはずなので、バレルを飛ばしてからの矢だめ。このやっぱジャイタゲトリのスケルトン部隊マジで強いんだよね。オッケー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 、まあ、マスケとかのレベル上げたのもあってちょっとだけ倒せるようになったかな、相手を。なんだけど倒しやすくなったかな。なんだけどねマジで強かったんだよさっきとか本当に。ちょっとひよってレベル上げちゃいましたね。さあ行きましょう。いやただ今日はね2000、今日は2000です、2000に行きたいと思います。いやただこのジャイもねやっぱね4000、うん、超えてくるとやっぱ通用しなくなると思うんだよね。そうなのでそこら辺どうするかですよね。これはバレル行っていいね。うわやなめ、これただでかいスケルトン部隊でかな。おいけプリンスでけえこいつ、私突進めちゃくちゃ強いからな。しかも結構このねミニ残りの粘りがあるからプリンスには。 OK、 さあうーん、はいスケルトン部隊、まあ、ただこの結構ねザップが採用されたホグザップに苦しめられるんですよね。そうなんで、まあただこれはあーなるほど、間に合うかな、やるこぶ。いやー強いな、これマスケで回収していって、はい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 、いやーこれシャアなしジャイ誘導っすね。結構食らっちゃうけどジャイ誘導するしかない、受けがなかったっすね。まあ、ここはバレル行かなくても折れそうなので行かずにちょっと待ちたい。あーこれはやなめ打つだけ打ってマスケで折ろう。よいしょ、 OK。 さあこの後相手の自分からは飛ばしてもいいんだけど、相手のね攻撃を待ちたいんですよね。 OK、 さあ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 、これジャイとかあったらねジャイスケア見して最高なんだけど、まあいいかな。キング攻めてあげようか。やなめ切ってるんでボンバーにさっき使ってたんでね、相手はこの攻めが結構しんどいと思います。スケルトン部隊も使ってるからね、これどうしようもないんじゃないかな。オッケー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 、結構刺さったね。オッケー GG、 ありがとうございます。さあさあさあ、ただねアップでめっちゃね今来てすごいワクワクしてるのが、やっぱね新しい環境にある、これがね今まで月1で来てたからやっぱ当然だったんですよ、環境変わるってことが。ただね3ヶ月に1回になってからもうねありがたくて仕方ない、このね環境が変わるってこの事実、ありがたい、ありがとうございます。やべ、扉でさ音とか入っちまうな。よいしょ、結構うちね洗濯機とね食洗機がねなかなか音が大きいから、よいしょ、ゴブリンバレル出していく。さあ血じゃいい、なるほどなるほど、これはマスケでぶち殴っていく。6000ですね、6000、今シーズンはとりあえずマザーネクロをカンストさせたいよね。いやー夢見すぎかな、無理かな、さすがにカンストまではチャレンジ系めっちゃやったら無理かな。はい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 、オッケーオッケー、でとりあえずタワーレベル9にしてなんかグローバル大会とかやりたいんだよね。タワーレベル9、トロフィー5000でグローバル大会、これいいですね。
よいしょ。オッケーいいよ。マスケ。まあ今んとこ悪くない。お？これは？さあ、いいですね。これボンバーでぶったたいてあげて、ただ矢の雨の可能性があるから、ここはガゴを出さずに行って、はい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 。ウィザードちゃんがね、ここら辺でだんだんちょっとバルキリーウィザード隊になっていくのかな。バルキリーウィザードあたりがね、なんか、ちょっとずつちょっとずつやっぱりこうちょっと増えてきてる気がしますね。でこれただでやるとガゴがぶち抜かれちゃうので、ちゃんとプリンセスタゲ取ってあげる。このターゲット管理ですね。クラロは大事です。で、バレル。おなじみのね、必殺技ですね。散らす、タゲ散らし作戦。そして穴目までふんだんに行きましょう。よいしょ。いいっすね。いや、めっちゃいい。囲んで、囲め、囲め。リンチしろ、リンチしろ。いけ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 。うん、うん、来た来た来た。よし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 。いや、だバレルとかまだレベル上げなくても勝てそうな気配ありますね。もうちょっとね、使いそうなカードがね、アンロックされたらね、いいんだけどね。それこそロイジャイとか、ロイジャイとかが出たら速攻でロイジャイ5とかにね、切り替えていきたいんですよね。地味に今俺さ、5を育ててて、今シーズンも、今シーズンというか今の環境、ここ3ヶ月は、俺が8000行くまでに、絶対に5環境であることはもう明らかなんですよ。で、5はでも、下放されるほどは、まあ、すごくギリギリのというか、ファイボ自体が強いというか、そのファイボに、なんだろう、弱いユニットが強いんですよね。ただ単にマゾネクとか、まあそこら辺がだよね。そう、だからファイボになっちゃってるっていうだけで、まあアイスイーズもね、あのファイボで飛ぶようになって、もうファイボ使わない理由がなくなっちゃうぐらいなレベルなんで。そうそうそう。うわーすごい、一体だ、あいつ。面白い。面白いですね、これね。さあ、これね、ゴブリンバレル行っていきたいと思います。ちょっとホラーだったよね今。連打連打連打。よいしょ。いやこれは打てないでしょザップ。オーケー。でこんな感じでね、裏からベビドラをねぶん殴ってあげると、こうベビドラとかもねガゴで、あーすげえ、ベビドラもガゴで倒せるので。そう、お、すごい、諦め、え、新しい、すごく新しい。俺もスタンプ一つしか持ってないスタンプをしていって、さあこれ相手諦めなのかな、諦めバレルなのかガチバレルなのか、ちょっと際どいところだよね。ん？ボットか。さてはボーエホグ、めちゃくちゃいいファイスピー。それはさあ、ただこれは折り切って、 GG ありがとうございます。さあという感じで、これで1900かな。1600ぐらいの方が強かった気がするんだけど、昨日の動画とかマジで、今日6日目なんですよ、6日目なんだけど、昨日の動画とかねマジで強かった気がする、本当に。てか、まあ、さっきね、配信っていうか動画この撮る前にやった時は、相手がマジ強すぎてね、やばかったんだよね、本当に。今のところなんか、骨のあるやつはいないですね。やっぱ俺ぐらいかな。このトロ隊で骨のあるやつと言ったら、マッチング投げ。マッチング投げんで！さあ、ゴブリンバレル。はいはい。いや、ベビドラとかもう7見ないな。8だね、全部スーパーレアはやっぱ。高えな、ちょっと。いや、完封したい、完封したい、完封したい。いやー、これいかなくていいな、まだ。いや、穴目の方が良かったかな、確実に。ユニットで守ってカウンターしたい衝動に駆られるんだよね、やっぱ。これ、決着いきます。相手が攻めた後なんでね。うえー、いいね。思考が同じ。相手サーターできるやつ、これ。あ、これ、スケルトンバーレル、あ、スケルトン部隊か。ザップ来てたら結構やるやつ。待って、中身めっちゃ同じじゃね？マスケかベビドラかの違いみたいな。マスケかベビドラかの違いだったら、ええー、やばい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 。しかも相手なんかこのさ、端前で速攻で溶かしてくる動き、これえぐいと思うんすよ。僕、えぐちだと思うんすよね、これ。やば。
さあいいね、俺の方が。はい、俺の勝ち。明日までにね、なんで負けといたか考えてください。ちょっとそんな感じです。やべ、俺結構本田圭佑の真似に定評のある男だったんですけど、めちゃくちゃ大事なところで噛んじゃって、ちょっと今恥ずかしいですね。バレル来んのか、来ない。さあケツ出していって、こっから相手はでもタゲ取りのバレルが来るのかな。だからでも端前のジャイを溶かしに来るあの動き、エリクサー全てを使って溶かしに来るあの動きはちょっと怖いものがありましたね。さあここでスケルトン部隊とか来てもいいように、さあキャッピングしていく。これはボンバーが来たら OK。 おっと、ジャイになれタゲ。うわ、なんねえか。うわすごい、これね、ベビドラもいるからね。オッケーオッケーオッケー、よいしょ、来た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 。さあ入りますよこれは。オッケー、ジジイ。ヤナメであっちも落としていって、相手ヤナメじゃなくてザップしかないっぽいね。ただベビドラ突破したらもうバレルがね、ぶっ刺さりますね。オッケー、ジジイ。いや最初ちょっとね、あのジャイの組み方とかやっぱ上手かったね。相手がやっぱ上手い人とそうでもない人でやっぱこのトルタイ分かれるのかな。やっぱセンスなんですかね、どうなんだろう。さああと3勝ですね、あと3勝でいきます。いやー、このジャイデッキね、いつまで上がれるかだよね。まあ前に展開目指した時は5200ぐらいがもう本当のギリギリ、マジで結構負けながらも血ヘド吐きながらも5200ぐらいが結構ギリギリだった気がするんだよね。さあボンバーまあこれ、血剤して、いいね、いいね、いいね。さあ、ここは、OK よ。うえぇ、うわー、それ、それはすごい。いや、すごい、すごい、すごい。相手の動きが、それっぽい。やめろ。OK、いいね。いや、めっちゃ優秀。ザップ使ったんで、これ、バレルからの、あれ？やばい今の。やばい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 。これマジか。一瞬出なかったんだけど。アップデゴあるあるですかね、これが。ガチでやべえ、これ。頼む、一発。いや、でけえ。一発で済んだのはでかい。そしてカウンター。このプリンスボンバーの形がまあ普通に強いよね。わあ、これさすがに守らないといけない。さあまあ血剤組んで、まあ、相手ホグなんで攻めながらもホグをスケルトン部隊で守るのが理想かな、まあ、俺は後ろから組むだけっすね。とりあえず相手の出方を待つ。まあ普通にベビダルとかは出してくると思うからマスケで縛いていきたいですね、まあ、とにかくマスケが最強だね。マスクつけて、おお、なるほど、ボンバー、え、すごい、なんかディガーみたいな使い方してくる人が多い。これはジャイで蓋します。うわー、ガチか。ただこれはスケルトン部隊が刺さるはず。ザップ使ってるからね。 OKOK、 これ斜め打っちゃうか。さあガゴを倒して、いやまだ折れない、粘るなー相手、まあ、これワンチャン来てホグ来なかったら無視でいいね。 OK、 さあこれはケツマスケからもう一回ね、防衛からのカウンターの形を作っていきます。 OKOK、 僕なんじゃない、これは。これはしっかりジャイ間に合い、でけえ、間に合ったの。 OK、 これはバレル飛ばして、さあ、やなめで。GG、ありがとうございます。いやー、でもこいつ、ちょっと強かったね、この相手。なんか、マスケにさ、バレルとか飛ばしてきてさ、なんかちゃんとこう、マスケを潰さなきゃいけないユニットとして、こう、認識してる。
あ、そういうのが、まあ、結構伸びしろあるんじゃないかなと思った。うん。さあ、バレル飛ばしていく。ウッド。なー、おわい、でけー。ただ、ウッドぼっちかー。これやばい。俺のデッキにさ、プリンスもいるし、スケルトン部隊もいるし、バレルもいるから、ウッドがぶっ刺さるんだよね。え、ウッドなんかもう解放されてるんだ。あ、2000いって降りてきた民かな、これ。結構上下が好きなタイプ。よいしょ。はい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 。バレル、これどうしようかな。はいはいはい。うわー、このタイミング。うわ、やべ、やっちまった。マスケが素通りマスケした。よいしょ。これ、ボンバ、この位置出すと、殴った後に右に向かってくれる。でかい。これ、バレル飛ばしていいねー。いや、頼む。ボンバ溶かせ。もう一発。もう一発投げろ。いや、まあ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 。いいでしょう。これ、折れるね。オッケー。次だよね。ここ、ウッド相手使ってないから、ホグで、スケルトン豚読みのウッドとか来たら、マジですごい。相手がね、そこまでしてくるか、ちょっと読むというか、試してみましょうか。いや、これむずいな。いや、これはね、でも、プリンスでタゲ取んないといけねえな。よいしょ。まあ、ギリギリかな。ギリギリ。オッケーオッケーオッケー。いいね。溶かせそう。いや、ただ、カウンターにはならなそうだね。一発させ。ああ。これを、ちょっと低めマスケで縛いて、うわ、これ守れねえな。ちゃんと、ウィザードだけ。ウィザードだけ。オッケーオッケーオッケー。これ、ジャイスキャンに行きます。はい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 。ガゴで、ぶったたいていく。オッケーオッケーオッケー。オッケー、ウッド使ってる。さあ、これマジね、初見殺しだからな、本当に。プリンス、いいよ。これバレルじゃない、ボンバーからの、よいしょ。あ、ここはね、ちょっと欲張って、スケルトン部隊じゃあ行きたいとこなんだけど、まあちょっとね、ここは一旦落ち着いて、後ろから形を組む。これじゃあこっちだな。これマスケ守った方がいいですね。OK。これでもう一枚多分受けが来るので、バルキリーが表っか裏かに来て、このバレルが刺さり GG。ありがとうございます。さあ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 、いいですね、いいですね。どん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 上がっていきますよ。ただいま6日目かな。6日で2000。めちゃくちゃいいペースだね。めちゃくちゃいいペース。さあ、あと1勝ですね。行きましょう。いやー、タワーレベルもっと早く上げたいんだけどね。お金を使うってことにちょっと抵抗があってさ。でも結局タワーレベル上げないとダメだもんな。結局タワーレベル上げないとダメだから上げるか。もうちょっと頑張って。どっちがいいんだろうな。さあ、これどうしよう。ガゴ捨てるか。いらないんで。ガゴもね、そろそろちょっとレベル低いから、なんかあんまり火力を感じなくなってきたよね、ガゴに。さあ、悪いないこと祈りながら、さらに連切り。バルーン来たらもう捨てて攻めるしかないね。まあ、これはスケルトン部隊でいいかな。OK。OK, OK, OK, OK。これプリンスでちょっとした延命をしてあげて、そして、OK。これでかい。これでかい。これでかい。このボンバーが強い。来た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 。オッケーオッケー。そっちに穴目使うと、ボンが刺さる。オッケーオッケー。あ、ボンが強い。いや、ボンがマジで。マジボン。まあまあまあ、さすがにね。ケツ、ただ、バルキリーと、一緒か。これなんか相手が攻めてきたのをガゴで守って、真ん中ジャイスキャンしたいね。このタイミング相手が今、穴目を使ってるから、ここはジャイスキャンに刺さりそうな気がします。いきます。よいしょ。どっちかにバルキリーが来るね。うん。ただどっちかが刺さるんですよ。これをすると。いやー、いい防衛。しっかり抑えるとこ抑えてる。ただ入る。それが真ん中ジェイスキャミの強さ。よいしょ。いやー、まあ入んねえか。いやー、ちょっと攻めすぎたかな。このアーチャーを置いてきたのが相手うまいね。
ちゃんとジャイをさ、過剰防衛しないで。うわ、やべえ、これ。これバレルだわ。センスの防衛バレル。いけいけいけ。いやー、うまい！うまい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 。センスがある、センスがある。この防衛バレルはセンスがある。よし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 。いや、次はヤンナーメあるから、ここは真ん中ジャイスキャミしない方がいいですね。ただ、するだけしたいんですけど、正直言うと。正直言うと、するだけしたいんだけど、ここはしない。これジャイで組んでいきます。よいしょ。OK。いや、このボンバー刺さんのいいね。OK。これバレル飛ばして、いや、ヤンナーメ来るかな、どっちかに。うわー、プリンス当たった。でかい。さあ、ボンバー削る。これ後ろプリンスかな。後ろプリンスしてもう一回始まりに行くもん。うわ、すげえ組みてえ、これ。ジャイ。で、またこれ多分、延命をしてこないですね、今回は。マスクでしばいて、バレルを飛ばす。こっちに呪文を使ったらスケルトン部隊追加かな。はい、オッケー。まあ、これはいっちゃっていいでしょう。さあ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 、ボンバーを追加して、これで、2000です。さあ、4分の1に到達することができました。8000のうちの4分の1をね、わずか6日で到達してます。ありがとうございます。さあ、この調子でいくとね、間違いなきゃいけますよ、俺。さあ、2000到達ありがとう。いや、これ報酬はね、もうちょっとトロ上がってから回収しようかと思ったけど、いっか、引いちゃおう。引きたいから引いちゃおう。さあ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 。動物なんだよね、俺は。より人間の中でも動物に近い存在なんで、もう欲望のままに動いていきたいと思う。来た！ウルトラレアだからここだ。これね、なんだっけな、ウッドとプリンセスがあったんだよね。で、俺ディガー持っているので、他ないかな？他はなさそうだね。なさそう。ウッドプリンセス、ディガー。ただ、俺個人的には、まあ、ウッドが欲しい。で、プリンセスはいらない。で、プリンセスは絶対いらないから、ウッドもしくはディガー2枚目が欲しくて、2枚あると何がいいかっていうと、トレードできるんですよ。他のウルトラレアと。なんで、ディガーがまあ一番好ましい。次に言ったかな。来い来い、ノンノン来た、これは来た、ディガー来たぜ。よしよしよし、トレード用にこいつを取っておきましょう、大切に。いや、これでけえ、これワンチャンマズネクゲットできますね。いや、これはでけえな、マジで。俺に風が吹いてますね。はい。最後にこれ、チョップ見て、うーやば、え、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい、来た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 、これ買います、絶対。しかもエメラルドついてるから、これ、しかも500なんですよ。グローバル大会、これ15勝したら、めっちゃ報酬もらえる、でけえ。さあ、買いました。いや、これマジででけえ。いや、来た来た来た、久々にこう、たぎっちまった。さあ、3600大きいよ。いや、いいね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 。さあ、これで、佐藤くんが出る、いいね、いいね、いいね。これは、こっちだね、うん。これはロイジェ来た、ロイジェ来た。ベビドラ欲しい。いや、ボンバーはでもエルジェイの方が、ボンバーの方が使うな。ファイボ来た。いや、でもメガゴも使うな。どうしよう。いやいや、でもファイボはまずカンストだな。速攻カンスト。うわぁ。いや、クロスなんか絶対使わんな。頼む頼む頼む。神カード、神カード。ここでも来んのか。来い。うわぁ、メガナイト解放されてんのか。いや、トレード。いや、これさぁ、難しい。どうしよう。で、俺個人的には、足だけ4000度をトレード1回もできなかったんですよ。それが結構辛かった思い出がある。なんで、辛かった思い出があるからこそ、ディガーを欲しくなっちゃう。メガナイト使うかな、俺。いや、でもゴブリンドリルが流行ったらメガナイト環境だったりするかな。うわ、めっちゃ悩むな。いや、メガナイトだな。まあ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 。さあ、ということでね、やっていったんですけれども、お金が結構手に入ったので、次はね、タワー7ぐらいにできそうですね。うん。ってことで、トロフィー2000到達したので、まあ、タワー8に行って、とりあえずこのね、チャレンジ系全部ね、タワー8から参加できるので、ね、さあ、ゴブリンドリルとかも取っていきたいと思います。ってことでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。またね、毎日19時半から、プレミア公開で、このね、0から、100日8000とやっているのでね、ぜひ、毎日ご視聴お願いします。ということで今日はこの辺で終わります。また次の動画で会いましょう。バイバイ。